赤尾大帝付近の空中写真。この画像撮影時には、周囲の水田と池の区別がつきがたいため、池の位置を青い円で囲んだ。1977年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。赤尾大帝は、福井県勝山市平泉寺町赤尾にある、ため池である。 2010年3月25日に農林水産省のため池百選に選定された。また奥越高原県立自然公園、恐竜渓谷福井勝山ジオパークの区域内でもある。勝山平泉寺地区の南部に位置し1800年頃に越前勝山藩が初大名に不信し、築造を行った特使に記されている。また、池の田元には平泉寺白山神社が、 門跡寺院として1704年、正光山不門寺廟覚院を建立し、明治初期まで存在していたが、神仏集合により、廃寺となった。この池の周辺にはこの門跡の遺構が、今も多数点在する。この地は、六路市高原を形成した、京ヶ岳の大規模な火災流の後の土石流地帯で、あり、河川も少なく、多くの湿地や沼があるが、枯渇する時期もあり、 止水環境は今も整備されていない。2013年に赤尾大邸から南約1キロメートルのところに赤尾新大邸が完成した。里山に囲まれた水田とともに生物にとって良好な水辺環境を形成しており、基住所も数多く確認されており、守り伝えたい福井の里地里山として保全されている。AB 赤尾大帝農林水産省から ため池百戦恐竜渓谷福井勝山アジオパーク、赤尾大帝周辺の石碑抜水、大野盆地南東端部の泥流堆積物、六路市高原の止水環境勝山東部地区の赤尾、新大帝福井県奥越農林総合事務所、勝山市平泉寺町。ありがとうございます。